はい、どうもデルです。さて今回はですね、2024年 LDH がどうなっていくのかっていうところをですね、ちょっとね考えていこうかなって思っているんですよ。やっぱ気になるじゃん。そう、 LDH2024 年どんなことしてくれんのとか、どんな楽しいことやってくれんのとか、どういうことファンに届けてくれんのっていうかね、すごいそこら辺をねやっぱ気になっているから、僕自身ね考えていきたいし、皆さんとね考えを共有していけたらいいなと思っているんですよね。今噛んでないよですね、まあ、2024年 LDH 結構やっぱ勝負の年というか、やっぱねこの2024年をどういうことをしてくれるかによって本当にねなんか変わっていきそうだなって僕はすごく思ってて、本当に勝負の年になると思うんですよ。やっぱヒロさんがね社長に戻って、まあ、2023年の下半期っていうものはすごく、まあ、準備の期間だったと思うんですよね。要はいろんなものを仕込んで種を植えていくっていうのが、まあ、2023年の下半期、要はねヒロさんが戻ってからだと思うんですけど、その、まあ、ヒロさんが戻って2023年の下半期準備して種を植えて仕込んだものが芽を出して腹を咲かせるのが2024年だと思うんですよね。ってなった時にやっぱりここが勝負時だなって思うし、ここでもし万が一にもちょっとうまくいかないことがあると結構ねしんどい思いをするような気もしているので、そこら辺はちょっとね注目して、やっぱね気を張って僕もね見ていきたいなと思ってます。でやっぱ僕的に2024年期待することの一つとして、一発 LDH としてどのグループかわからないけれども、一発もう本当に世にバーンとパンチを入れられる作品を残すっていうのがやっぱり一番の課題なのかなって思っているんですよ。やっぱ作品って一番パワーがあるし、一番大事だし、一番やっぱ名刺というか名前をバンとできるものだと思うから、このねやっぱね LDH として作品を一発何か残すっていうものがやっぱね命題としてかかってくるのかなと僕は思っているし、やっぱこの作品をね一発何か LDH としてドンと出せるものがあると、なんかねきっといい方向に LDH もね向かっていくんじゃないかなって思っているんですよね。ってなった時に2024年、僕がこうやるといいなって思っているのが24カラッツ、これをねもう一度新しく構築するっていうのが僕はすごくね今いいと思ってて、というのもね24でしょ、2024年なんですよ。で LDH ライブエキスポの終わりっていうものが24だったんですよ。で一番最後に終わったのが EXILE TRIBE 24 COLORS で終わってるんですよね、パフォーマンスが。ってなった時に俺もうワンチャン EXILE TRIBE で、24のコンセプトアルバムが出るんじゃないかなって思ったりもしてるんですよ。というのも今ね結構いろんなねアーティストのライブで24をやるんですけれども、でもステイゴールドとかトライブオブゴールドとかなんか本当にもう過去の曲しかやってないから、でももったいなくないって思うんですよ。いやね、すごくやっぱ24の24っていうか、まあ、24カラーズってブランドってすごくいいから、やっぱね本当に僕自身新しくしてほしいなって思うんですよね。本当にそれぞれ各グループが24カラッツのテーマのもと楽曲を作って、で世の中に出していくっていうのは俺もやっぱすごくいいなと思ってて、うん、だからそれをねなんかに2024年やってくれるんじゃないかなって思ったりもしてるんですよね。だから例えばランページの24カラッツ何々とか、バリスティックボーイズの24カラッツ何々、ファンタスティックスの24カラッツ何々とか、ね、サイキックフィーバーの24カラッツ何々とか、まあ、ネオエグザイルもしっかりですけれども、なんかねそういう、まあ、もうエグザイルトライブとしてのコンセプトアルバム、24カラッツコンセプトアルバムっていうものが世に出てきて MV 作ったりすると面白いんじゃないかなって。あとそういった作品にもう LDH が大企業ですからね、 LDH やっぱ予算もいっぱいあると思うから、しっかりとね作品に、一つの作品にがっつりね注ぎ込んでほしいなって僕は思うんですよね。やっぱね結構ねやっぱね作品としてのパンチが弱いっていうのはねやっぱ客観的にね LDH あるので、特に MV とかがねやっぱりこう他のやっぱアーティストを見た時にやっぱすごいじゃないですか。 BE:FIRST もそうだし J1 もそうだし、やっぱ結構いろんなねまあ、それこそナンバーアイもそうだし、やっぱすごかったじゃないですか。これも客観的に見てすごいわけじゃないですか。でもちろん LDH も、まあ、らしさはあるんだけど、
でもやっぱどこか今のトレンドっていうものも抑えつつ LDH らしさみたいなものも出していくのが僕はいいんじゃないかなって思ったりもしてるんで、そういったところはねやっぱね2024年ね本当に一発何か作品をドンと世の中に知らしめてほしいなっていうのは期待しているところかなというふうに思っています。まああとはネオエグザイル世代の彼らがですね、まあこの2024年っていうのも勝負だと思うので、ネオエグザイル世代の子たちっていうのもしっかりとね、押し出していってほしいなっていうのは思います。で、まあ、2024年 LDH っていうのはやっぱこう海外っていったものもね、視野に入れていますよね。やっぱサイキックフィーバー、バリスティックボーイズ、彼らが、開いた海外への道っていうものを、まあもっとですね LDH はねやっぱこうマーケティング的に、なんだろう狙っているっていう話も LDH のねやっぱヒロさんはしているので、海外っていうのもやっぱ動向は結構あるのかなと思ってますし、まあやっぱ海外に向けても、仕込んだものが、2024年開いていくんじゃないかなと思ったりもしていますので、まあ、そこら辺から、まあ、あとはねやっぱこう EXILE Be Happy が結構ね、動いていく年になると思うので、そういったものがですねどういう風に、まあ、2024年、まあ、だから1月6日もうすぐですよね、MV と、モーニングさんが配信開始になって春ぐらいにね作品がねバンとリリースされると、だから EXILE Be Happy もねここまで動いてくるっていうのはちょっと思ってなかったんですけれども、しっかりとグループとしてね、まあ動いていく、まあでも EXILE Be Happy の方向性としてはもう子供たちと一緒にね、まあ、夢をっていうところなんで、まあそこのね、方面もや地域創生とかそっちのね方面もですね、まあ、動いていくかなと思っておりますけれども、まあ一番はねやっぱね僕はね本当に、やっぱ音楽っていったところ、そういうやっぱ作品は僕がやっぱ注目するところですから、そこでね LDH もね注力してほしいなっていうのは僕は思っていますよね。本当にやっぱ作品あってなんぼですからね、本当にいい作品、本当に世の中にね電撃食らわすぐらいの作品があってなんぼですから、僕はもう信じてるんですよ。できると思ってるんです。やっぱできると思ってるんです。本当に信じてるんで、やっぱそこはね2024年一発何かこう見せてほしいなって、どうわかんない、ランペなのかジェネなのかね、3代目もね来年じゃない2024年活動するって言ってるから、3代目なのかわかんないんですけれども、まあそれはたまたその下のグループかもしれないし、はたまたねエグザイルトライブじゃないところかもしれない、例えばドーベルマンインフィニティとかね、ディープとかディープスクワットとかわからない、もうはたまたガールズかもしれないし、わかんない、何かねどこでもいいと俺は思ってて、全然みんな可能性あると思ってるから、本当に素晴らしいんですよ LDH のアーティストたちって。本当に素晴らしいし、誰がどう出てくるか分かんないけれども、2024年本当に LDH として一発大きな作品を何かドンと残すっていうものをちょっとね僕はね課題にしてほしいなって個人的には思っていますし、2024年ね期待しているところかなと思ったりもしているので、本当に僕は LDH 大好きだし本当に愛しているからこそ、やっぱ LDH がやっぱ日本のエンタメを引っ張っていってる姿を見たいと、日本の、本当になんだろうね音楽シーンを本当に先導している姿を見たいと、やっぱ過去はそういうところあったからさ、でも今どうなのって言われた時に正直わからないじゃないですか。 LDH がねなんだろう先導行ってるかって言われるとちょっとわからないところもあったりもするんで、そこはねやっぱこう堂々と言わせてほしい。 LDH がナンバーワンだよって堂々と言わせてほしいなっていうふうにも思いますし、ちょっと期待してますよ。だいぶ期待してます。そこはやっぱ2024年勝負だなと思っているので、本当にねそこは切に願っているところかなと思ってますし、まああとはねやっぱ LDH と外部の絡みっていうのもちょっと見てみたいとか、やっぱこうダンクで LDH vs BMSG っていうさコンセプトがね見えたじゃないですかってなった時に、そういうものが一大興行として LDH vs BMSG フェスみたいなものが出てくると僕はね面白いなと思ってるんですけど、それはね2024年というよりかちょっともうちょっと先にはなりそうなんですけれども、もしかしたら2024年そういうのがねあるかもしれない、わかんないけどね。でもなんかねダンクでそういうのが見えたっていうことはありそうって匂うじゃないですか。そう LDH と BMSG のシンパシーって結構あると思うので、まあそういうのもねちょっとねまあ期待しつつ楽しみにしつつ2024年過ごしていけたらなと思っておりますので、僕は本当にもう2024年 LDH に期待することの一つとして本当に大きな一つは、本当に一発本当に日本の音楽シーンに一発何か切れ込みを入れるような
本当に作品を一個残してほしいなって思ってます。それがもうエグザイルトライブ軍団なのかグループの単体なのか分かんないけど、もう LDH として今これを推してますと、これでいきますみたいなものが2024年何か出てくると僕は嬉しいなと思っております。はい、というわけで今回はですね2024年 LDH のねちょっとねまあ動きだったりとか、まあ、僕が期待することみたいなことをちょっとねお話ししていきました。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。